の晩涼しくなったからもう涼しくならんかと思ったけど、まだまだ暑いな。ではまあ、はい、派遣登録3社目の候補、今からね警備員の派遣の会社に登録に行きます。もう見るからに怪しい、3ビルの中やし、なんかもうやっぱり制服買わされんのかな。それはそれで嫌やねんけどな。制服買わされるぐらいだったら仕事しねえわ。安全靴ぐらいは自分で買うけど、その指定の買わない。これ終わったら4時から勤務で、明日ついにヤマトの夜勤が回ってくるよ。ヤマトの夜勤が、別にそれバイトでから行ったらいいんじゃん。いや今日やってないでしょ。っていうか朝起きたらゼロカットされたわ。起きるかよ。下がってたんだから、ビン様儲かったんじゃないの。めっちゃ儲かったんじゃないの。めっちゃ下がってた。何もかも下がったよ。クロス円だけじゃなくて、ドルストも下がってたし、原油も下がった。あ、ジョバイデンもまだあるで。これ見たって、これ本見たって何の意味もないっていうのがよく分かった。工場、現場、ドライバー、警備、軽作業の仕事、タウンワーク。そうでもない。え、儲かったんじゃないのか。もう何しても儲かんないわ。もうほんとクソな人生だわマジで。や、働いても働いても何一つ楽にならないんだけど、死んだらもう言わなきゃいけない。夜中のクソが見たまたダメだけにきっちりこれ働いて、ダイヤが乱れてるってよ。なんか事故か、なんか事故か、人身事故か。御堂筋が一番後ろやな。御堂筋線で車両故障やって、マジかよ。マジか。じゃあ谷町線で行こうかな。貧乏のままやな。それでもなかったんけど、ジャグラーで買ってたのにな。だ、うん、2番線に野田口行きが到着します。危険ですので、ホームサイト
し、何球乗り換えていきますか。何球乗り換えて一番先頭車両水曜日の仕事どうしようかな。6時半、7時半。水曜日をポスティングの日にしようかな。水曜日をポスティングの日にして、金土日曜日、日曜日は試験監督。この電車は野田阪神行きです。発車までしばらくお待ちください。 This train is now 野田阪神。やっぱ今そこでラックスぶっ壊したら大変なことになります。
派遣の登録行く。大和のやつと、あと何やったっけ、試験のやつ、試験管のやつ決まってるけど、もう一件がクソすぎて、で今日はガードマンの方で登録。4時から派遣だから。
今日もスケジュールパンパンだから、しんどいわ。なんか他にいいバイトないかな。なんかいいバイトないかな。そう答えればいいんか。しんどい。東梅だってどの辺に乗ってどの辺で降りたいのか全く分からない。でも女子高生で女子高生の時期にしよう。女子高生の時期にしよう。可愛いかどうかしら。女子高生の時期に乗る。それが一番だ。女子高生の時期。最近気づいたんだけど、時給1000円になったとかいうの、なんで都市伝説やな。実際900何ばっかりやんけ。